ここ最近の店内放送も開発力がすごいわね。自制制御モニターだったかしら。高裁の RGB ではなく画材の CMYK を基礎に据えた画面、 4K8K より高画質になるって話だけど、放送電波の方が対応していないっていう悲劇のモデルだったはずよね。お待たせいたしました。こちらチーズハンバーガーにフライドポテト、ガナッシュの野菜サラダ、オレンジジュースとなっております。ありがとう。食後のデザートにはカスタードプリンのミニパイをご用意しておりますので、よろしくね。そういえば初めてあの人と出会ったのもあの交差点だったかしらね。今でも食宝美咲は思い出す。ツンツン頭の少年上条斗真と出会ったその時を。1年前その8月、彼女の人生の中でも一二を争う幸せな時代を。わ、悪い。すぐに拾うから。ほら、これでお前の荷物は全部だろ。本当にすまねえ、急いでいたんだ。どこにも怪我とかないか。じゃあな。ちょっと、もうやけに急いでいたみたいだけど、ずいぶんと乱暴に人の荷物を押し付けてくれたわね。あら、この携帯電話は？もしかしてさっきの人の持ち物が混ざり込んだ？どうするのよこれ。別に届けてあげる義理はないし、わざわざ持ち主を探すのも面倒力極まるわ。とはいえ携帯電話だものね。アンチスキルやジャッジメントに届ける必要があるのかしら。うん、これが新手のナンパの手口だとしたら相当よね。きっとあの出会いはフライングみたいなもの。私が重要な意味を持つと認めた出会いは他にあるのだから。あの人と交差点でぶつかって数日後のことかしら。なんとなく私は人と会いたくなくなっていた。あの頃あのビルで暮らしていたドリーの件にもあんな不本意な一区切りがついてしまった頃、当面の問題が片付いて気が抜けたのか緩んだのか、心を操る能力者の私が心の大敗に陥って、あの日ふらふらと歩き続けて地殻熱発電所がある第21学区の人造庫にたどり着いたのよね。そして誰もいないのをいいことに大の字に寝転んでいた私はあの人と出会った。2度目の開口、それこそ食宝美咲と上条斗真にとって価値あるものだったのだ。なんていうか疲労力っていうか、全部めんどくさくなっちゃったわよね。このリモコンで自分の記憶、思い出、人間関係、一度頭の中身まるっとリセットしちゃう。そうしたらこういう重苦しいのまとめて取り除くことができるのかしら。あれ、お前そんなとこで何をやってるんだ。何でもいいでしょ。ああ、うん、でもやっぱりこれはダメだよな。ああ、別にこんなの言う義理はないんだけど、だってお前大の字で寝転がってるから、ここから見るとスカートの中がすごいことになってるぞ。全体的に袋閉じにしておきなさいっていうか。
なんか今めまいが。うん？恥ずかしいのは分かったけど、そんな風に記憶を消せるわけないだろう。つうか貧乳が何を色気づいてやがるんだか。誰にも言ったりしないから早く立てって。ちなみに私が今日履いているのは、蜘蛛の巣の刺繍ってのはどうなんだ。年相応っての考えたら、それ本当に大事なところ隠れてんの？いうことよ。なんで記憶が消えないのよ。どれだけ私の下着を目に焼き付けているわけ。そういえばこの顔はなんか見覚えがある気がするわ。一体どこで。あ、交差点の食パン激突男。食パンは加えてねえよ。そういや俺の携帯アンチスキルに届けてくれたのってお前だったのか。おかげで助かったよ。やっぱり全て最初から仕組まれた新手のナンパなのかしら。なるほどな。その制服名門の時話題だろ。自意識過剰な痛いお嬢様と遭遇しちまったってのは俺も理解したぞ。最低と言っていいくらい、あれはひどい出会いだったわね。だけど当時の自堕落な精神状態だった私には、花丸100点満点のカンフル剤でもあったわ。でもあれは出会っただけ。互いの名前も知らなかった。あの人が私の人間関係の中に割り込んできたのは、きっとこの地下街だったのよね。なんなのよこれ。寮に帰るには地下街を行った方が早いのに。夏季都市水害防止プログラムだかなんだか知らないけど、地下街全体が流れるプールみたいじゃないのよ。まさか中1になって泳げないなんて無様力全開のカミングアウトをするつもりはないし。どうしたら。あれ、お前道の真ん中でぐったりして何やってんだ。熱中症とかじゃないよな。交差点食パン激突山頂のナンパ男、上条とまだキンキラ小娘、食宝美咲様よ。で、なんでお前は俺の腕にがっちり絡みついてるの。泳げないなら別にそれでいいだろう。なんだってムキになって地下街に突撃してるんだ。無様な真似は絶対に見せられないから、それなりにエレガンスな見栄えを用意する必要があるからよ。当たってる。なんかさっきから腕にお前のが当たってるんだって。本当にとことんうるさいわね。こっちはそれどころじゃないのよ。たとえどんなにつつましくても、女性の胸は女性の胸なんだ。何ですって。運動音痴を見た人を手当たり次第に記憶を消すとか、なんかとんでもないことに付き合わされてる気が。はっ、学園都市のレベル5メンタルアウトの食宝美咲様のお供を務めているのよ。あなたの花のない夏休み一番のエピソードになっているに決まっているでしょ。レベル5。そうよ。メンタルアウト。そうよ。何か文句があるわけ。嘘だ。聞き死に勝る精神系最強のレベル5はナイスバディのお姉様だっていう噂だったのに。お姉様でしょうがよ。これでもクラスの中では随分大人っぽいねの位置を常にキープしているんだから。食宝くん、食宝美咲くん、俺はね、確かに先ほどどんなにつつましくても女性の胸は女性の胸だと言ったことを発言させていただいたのだがね。何よ。いいか小娘、お姉様とは学生寮の管理人を務め、みんなの相談を聞いてくれるくらいの包容力あってこそのお姉様だ。その点貴様にはどうしても足りないものがある。ここまで言えばなんだかはわかるね小娘。
こんな陳腐な胸はお姉様サポートの対象外だ。顔を洗って出直してこい。なんで？ふう、頭を抱えちゃうわね。よくよく考えてみたら男性として最低じゃない？まあおかげさまで今じゃ必要以上に大きくなりすぎちゃったみたいだけど、そういえばあの人とはその後も何度か街中で会ったけど、不思議と連絡先は交換しなかったのよね。それに私はあの人の頭の中を覗かないという自分ルールを課していた。どうしてそんな風に決めたのか、きっと特別な価値でも見出していたんでしょうね。風がすっかり冷たいわね。今は11月末だもの。あの夏の面影なんて微塵も感じられないわ。だけど何気ない思い出の残滓ならそこかしこに染みついている。この公園もそうだったわね。催眠術だって。先輩からもらったこのノートがあれば何でも人に言うことを聞かせられるんだとか。催眠術？やっぱり先輩はすごいな。女子高生ってのは何でもできるんだな。バイクも乗れるし、どんな相談だって涼しい顔で答えてくれるし。やっぱ中学生から高校生に一歩踏み出すってのはとんでもねえことなんだ。大人だよな。まあ、さっきから腹立つ言い方ね。まったく、こっちはようやく中学生になったってのに。けど、さっき相談って言ったわよね。ひょっとして私に話を合わせるために心理学関係のお勉強でもしてくれているのかしら。一回だけ試してみたい。ちょっと試すだけだから。別にいいけど。じゃあ成功したら変わりなさいよ。私もあなたに同じことするから。じゃあ行くぞ。まずはこの振り子をきちんと凝視してくださいと。見せかけてからのドーン。かかった。リラックスしてください。こんなので人を操れれば苦労しないわよ。ちゃんとかかった。すごい。やっぱり先輩の雲川セリアの催眠ノートは本物だったんだ。本当にとんでもないな。女子高生っていうのは何でもできるんだな。大人だな。あー、私が努力してあの豊島の株が上がるってどういうわけ？それじゃあ最初の命令。あなたは今すぐ立ち上がって両手で自分のスカートをめくりたくなる。こいつ成功したと思って安心した途端に度級の欲望をさらけ出してきたわね。あれ、うまくいかないな。まずこれを試さなくちゃダメってこのノートに書いてあるのに。でもまずいぞ。催眠に失敗しているのにダラリーンってなってるのってまずくないか？あー、くそ、どこだ？催眠を止める。僕の手どのページだ？こらー！人の心と体を使うんだったら一通り目を通してから試しなさいよ！あった！何？緊急時の催眠解除方法。催眠の失敗は場合によっては記憶や人格に壊滅的被害をもたらすので、緊急解除を実行する際は躊躇しないこと。ただし強く呼びかけたり頬を叩いても効果なし。命令を拒む力を生み出す恥の感情を最大限に膨らませること。ちょっと、例えばパンツを脱がすとか。ついに感極まってあの人の頭をハンドバッグで殴りつけちゃったのよね。いいえ、あの人は何も悪くない。
悪いのはあの豊島であって、あの人は騙されただけのはずよ。それにしてもここではあれ以外にも思い出があったわね。うわっ、うわっ、お前なんで旗まみれになってるんだ。飲み物が欲しくてちょっと目を離した隙にこれだよ。お前一体全体何やってるんだ。今のは私のせいじゃないでしょ。ポップコーンを持っていたら鳩に襲われたのよ。お前もう単純な運動音痴とかそういう次元じゃないな。なんだろうこの親近感。お前ひょっとしたら俺と同じで不幸体質なんじゃ。何事においてもパーフェクトな女王様の職法美咲のステータスにそんなものあるわけがないでしょ。確かカバンの中にいいものがあったな。ほら、なんかの訓練でもらった笛だから持っとけ。お前はこういうのを備えていないとダメだ。こっちが心配になる。何よそれ。ヤバくなったらそいつを使えよ。ひょっとしたら助けてやれるチャンスも増えるかもしれない。とりあえず手に取っちゃってるあたり、私もかなり飼いならされているわね。あら、これって重力っていうか関節キスとかになっちゃうのかしら。人の気も知らずにのんき力全開であくびなんかしてぶっ飛ばしてやろうかしら。まあでもわざわざ透明な袋に入っていたんだもの。持て余した新品だろうし、吹いてみるかしら。こんな安っぽいホイッスル、何の役に立つのかしらね。さあな。でも普通に悲鳴を出すよりも喉を痛めないで済むぞ。一度だけ試してみたけどかなりうるさい音が出たし。やっぱり関節キスは関節キスじゃない。あの時の防災ホイッスルはなんだかんだで今もハンドバッグの中にあるわ。使う場面はなかったけど、かといって捨てる理由も特にない。全てのつながりを切り捨てるほど未練を断ち切れたわけでもないのね。どうしても美坂さんが気に食わない理由っていうのもこのあたりの思い出が絡んでいるかもしれないわね。年上の男子と時話題のお嬢様、自慢の能力が全く通用しない。関節キス、どれもこれも似ている。記憶の問題さえなければそこにいたのは自分じゃないかと疑いたいくらいにね。未練がましいとは思っている。かといってもう自分の頭にリモコンを突きつけるつもりもないわ。全てを忘れるという選択はもう捨てたんだから。やれやれ。そういえばこの路地だったわね。これもまた美坂さんとあの人が辿った道のりと似通っているのかもしれないわ。私の前に私がレベル5でなければ接点もなかった事件が立ちふさがって、それにあの人と共に挑んでいる。何かしらの理由で能力開発が頭打ちになった学生たち、デッドロックにあの日私たちは追われていた。ジェットエンジン2機と全身につけた車輪によって圧倒的な速度で迫る彼らの狙いは私の命を奪うこと。私を仕留めるためだけの武装クイーンダイバーを装備した集団に私たちは追い詰められていった。急げ、こっちに逃げるんだ。ちょっとわざわざ人気力のない路地の方に入るわけ。あいつらの速度を考えれば広い道の方が危ない。あれだけ素早ければ逆に小回りは効かないはずだ。
レベル5にしよう。冗談だろ。デタラメな速度で移動するだけじゃなくて、全身につけた小さな車輪で小回りも効くのかよ。なんて速さなのよ。あんな速度じゃ体当たりされただけで致命的じゃない。しかもあの装備、つかなんだあれ、策略作動式のパイルバンカー。物騒なもん担ぎやがって。追いつかれたら終わりだぞ。くそ、強さじゃなくて相性力が悪い。こんな目まぐるしく動く状況じゃあれのリミッターを切る暇もないし、私を殺す以外にはパーフェクトに使い道がないようなものをわざわざ作ってくれちゃって。悪い、お前のリモコン借りるぞ。これを投げつけて高速で動くあいつのバランスを崩す。ちょっ、嘘だろ。地面への接触の衝撃でエンジンが爆発。なんて危険なものに命預けてるんだあいつら。レベル5にしよう。てめえらにとってもお仲間だろうが、少しは心配とかしねえのかよ。民間の即応救急なんぞに介入されてたまるか。もっと大事なことがあるさ。レベル5にしよう。我らから全てを奪ったレベル5にしよう。まだやるのか。まだやるとも。力のないレベル0でも許せねえことがあるんだ。だったら拳の一つくらい握ったって構わねえだろうが。君はおかしいとは思わないのか。何を。全てさ、この絶体絶命な状況で食宝岬のために戦うと決めたこと自体、彼女に操られているとは思わないのか。まさか AIM 拡散力場、私のメンタルアウトが無意識のうちに放出されて影響を及ぼした。知らないうちにこの力が誰かの人生を狂わせていた。いつの間にか制御もできず誰かを死なせたかも。茶番だな。自分の失敗を他人に押し付けるのは楽しいか。あんたたちは失敗してもいい理由を作って怠けてるだけだ。本当は挫折の原因はこの子のせいじゃないって分かっているくせに。かもしれない。直方岬というレベル5を攻撃しようと思うたびに、まるで俺自身の良心みたいなものがうずく。でもだからこそそれは怪しいとは思わないか。君の怒りが間違っているだなんて俺は言わない。だからその怒りが正しいと思った上で、どうしてそんな感情が生じたのかを考察するべきなんだ。この状況で直方岬のために命を懸けて立ちはだかるなんて、どう考えたって理にかなわない。なら断りを歪めたのは何だ。誰が何のために君を奮い立たせているのか考えろ。積んだ。ここで私がどれだけ冤罪だと叫んでも彼にはきっと届かない。無意識でも心を操った疑いを払拭できないのに、そんな私が投げかけた言葉なんて誰にも響かない。だからこれで終わり。彼が諦めてしまえば万に一つの生存の可能性さえ放棄される。そんなもんどうでもいいよ。得体の知れない陰謀論なんざ1ミリだって関係ねえんだよ。この思いが俺の本心だろうが、誰かに騙されて操られていようがな、今にも泣き出しそうな女の子を守る釜に立てりゃ、こっちはそれで本望なんだよ。
なら覚悟はいいな、ピエロ野郎。おうよ、てめえらこそ死ぬ気でかかってきやがれ。それからいくつかの出来事を経て、私たちは別れた。未練がないと言えば嘘になる。だけど、納得できたかどうかなんて、もう意味はないのよ。なんとなく、戦地な気分になってるわね。せっかくだし、あの場所にも行ってみようかしら。どうせならコンプリートしてやろうと思ったけど、でもなんでここまで疲労力全開になっちゃうわけ。昔の私はこんなとこをとぼとぼ歩いていたの。まったく、こんなことをしたって何が変わるってわけでもないくらい嫌ってほどわかっているのにね。やった、着いたわ。すっかりぐったりしちゃったけど、都合がいいわ。この方があの時と同じ雰囲気でむしろいいのよ。そう、ここは私の思い出の場所。あの人と出会った最高のロケーションを改めて。あれ、確かにここには地殻熱発電の施設がある。だけど記憶にある施設とはデザインが全く違う。場所を間違えた。それとも発電プラント自体取り壊しや建て替えがあった。いいえ、それはないわ。この規模の施設の解体には大掛かりな工程が必要だし、そんな話は聞いたこともない。つまり最も簡単に説明できる可能性は、間違っていた。私の記憶の方が間違っていた。上条トーマとの思い出は存在しなかった。違う、だってありえない。あの防災ホイッスルはハンドバッグの中に確かにある。私の記憶は正しい。だけど偽りの記憶と一緒に、顔も名前も知らない第三者の手でこれを渡されていたとしたら、そうなるともうこの防災ホイッスルは物的証拠としては成立しなくなってしまう。けどそれって精神系最強のレベル5である私を、メンタルアウトを長期にわたって出し抜いたことになる。そんなの私が許すわけがない。でももしもそれを成し遂げられるとしたら、私の記憶に、私の記憶に何を。カテゴリー044、右手で触れた物質から1年以内の記憶情報を抽出。ここは過去に私が歩いた道、そのはずなのに能力を使っても何も浮かび上がってこない。私の記憶に何をした。王脳に苛まれる第5位のレベル5、メンタルアウトの戦いが始まろうとしていた。まだ見ぬ敵を捕らえて、たった一つの真実をつかむために。留め具にリボンを通して、よし、これは首から下げて
胸元にでも押し込んでおきましょう。これだってもはや一つも信用できない。だけど本物でも偽物でもあの夏の日へつながる唯一の物質よ。どちらにしても私はこれを手放すつもりはない。さて、情報を整理しないといけないわね。私を出し抜いて心を操るなんてよほどの腕がなければ自殺行為にも等しいはずよ。なのに純粋な腕でもってレベル5を相手取り、なお不敵に笑っていられそうな人物といえば、ああいたわね。そういえば何の能力も使わないくせに私とほぼ同じフィールドに立っている統括理事会のブレインってやつが、同じ時間を共有してかつそれを悪用する具体的な技術を持った人物。そいつは雲川セリア。ってかっこよく叫んだはいいけど、この山道を引き返さないといけないんだったわ。待ってなさいよ。もう必ずこの手でぶん殴ってやるんだから。さて、トラップを避けてベランダからあの女の根城に侵入したわけだけど、ずかずか踏み込んでも音沙汰なしってことは留守かしら。それとも隠れて不意打ちでも狙って。おいおい、いきなりご挨拶だけど、名門常盤台のお嬢様というのはみんなそんな感じなのか。無数のリモコンを振り回して好き放題する相手に対して目に入る場所に立ちたいと思ってはいないだけだけど。どうして私の接近力を予見できたわけ。自宅の周辺に勝手にカメラばらまいて自作の防犯網を作っているからだけど。お前、人の心にはめっぽう強いが機械には弱い人間だからな。さて本題に入ろうか。何をしに来た。一応こちらは土足で踏み込まれて苛立っている。1年前の夏、あれは私と彼の話だったけど、あなたと彼も一部重なっていたはずよね。そのあたりについて改めて話を聞いてみたいのよ。それなら電話はなしだ。そんな軽い話じゃないけど。あなた私の前には立ちたくないんじゃ。立ちたくないけど、だが仕方ないだろう。彼の名前を出されてしまったら。で、彼の話というのは。全部。お恥ずかしいことに、私は今自分の記憶が正しいのかどうかに自信力はない状態になっているんだぞ。だけど同じ過去の時間を彼と行動を共にしていたあなたの証言があれば参考にはなるんじゃないかしら。なるほど、それで私が疑われたわけか。だがその質問には意味がないけど、私の事件をお前は知らないし、お前の事件を私は知らない。なら答え合わせは成立しないけど。この防災ホイッスルに心当たりは。第七学区ならどこでだって配っているだろう。防災訓練のたびに渡されるからいい加減ダブついているけど。となると他に頼れるのは彼本人しかいなくなるのよね。ただまあ無理だろうな。彼の記憶がどうなっているかはお前もよく分かっているはずだけど。彼も雲川セリアも当てにならないとなると、もうあの過去を証明するものなんてどこも。別の切り口から攻めてみてはどうか。能力にせよ技術にせよ機材にせよ、お前を騙し寄せるとしたら相当専門的なものだけど。能力はないわね。そっちで私が出し抜かれることはありえないわ。だろうな。そしてお前には
決定的な弱点というか資格があることを先ほど指摘したわけだが、覚えているか？はい。だからお前は人の心に強い代わりに機械系にはめっぽう弱いだろうけど、人の心を操る機械を使われた時はどうなるんだ？いるんだ。基本スペックが高い能力者になると自分の能力の細かい抜け穴のチェックを怠るやつが、彼にボコボコにされるパターンだな。ほら、手伝ってやるからバスルームに来い。機材関係ならそれこそお前の体のどこかに痕跡があるかもしれないけど。ほらほら、徹底的に調べるぞ。ちょ、バスルームって、あ、待って待って、一人でできる、待ったってば。頭の中いじくられている今のお前じゃ異変を素通りするようプロテクトをかけられているかもしれないだろう。スカートも徹底的に調べると言っただろう。あの、下着も。はいはい、まずはそのラインで勘弁してやるか。私は背中の方を調べるから、前はそっちで勝手にしろ。分かったわよ。それにしてもお前本当に中学生なのか？予想よりも肌は磨いているようだけど、何を使っているんだ？まあ、背中を変な風になぞるな。あったぞ、首の後ろだ。何かが張り付いているけど、いや、これは刺さっているのか？動くなよ。首の後ろから何かがツルツル抜かれて、何これ、長っ。そんな長いものが体の中に。取れた。つまんだ部分は数ミリのプラスチックの塊だが、髪の毛より細い繊維がざっと20センチ以上はあるな。こんなものが首の後ろから上に伸びたのか下に伸びたのか、どちらにしても寒気がするわね。さっさと服を着ろ。統括理事会のブレインの力でこいつが何なのか調べてやる。おそらくこれだ。ストロビラ。ハチクラゲの成長過程の一つから名前を取っているらしいけど、能力開発に強く関係する脳をいじらずに、それでいて人間の精神を高精度で操るための基礎研究理論。このストロビラを開発した研究機関周りなんかを洗っていけば、下手人にたどり着くこともできるだろうけど。そうね。それについては純粋力で感謝しているわ。でも、実際に私の体にこいつがあったっていうことは。ああ。あまりこういうことを言う趣味はないけど、ストロビラかその亜種が装着されていた以上、お前の記憶や言動の信用度はかなり怪しいと見るべきだけど。はあ、胸の中にしまっていた思い出は全て嘘だった。上条トーマとの過去が欠片も存在しなかったなんて。どうする？ストロビラが外れた以上、お前はすでに黒幕の思惑の外にいる。当面最大の危機は脱しただろう。進むか引き返すか、自分で選んでみたらどうだ？そうね、これから先のことは自分で決めてみるわ。はあ、これから進むか引き返すかね。この先真相究明にのめり込んだところで一番欲しいものは手に入らない。全部肩透かしで終わる。ストロビラも雲川セリアに預けたまま。きっと私が燃え尽きつつあるのをあの女は気づいていたわ。これから本当に、これから、どうしようかしら。存在のしない上条トーマとの思い出を引きずって生きていくか、それとも、
誰かが作った記憶に振り回されるくらいなら、いっそ自分のリモコンで捨ててしまおうかしら。もういいんじゃない？あれが嘘なら、もう全部嘘だっていいんじゃない？常盤台の女王も、最大の派閥も、精神系最強の能力も、ドリーも、かつての計画も、いっそ、不要なものを全部消してしまえば、気が晴れるかもしれない。白塗りのステーションワゴン。屋根に赤いパトランプって、救急車？常盤台中学在籍の職方美咲さんでよろしいですね。我々は即応救急の者です。私は山川と申します。即応救急？ああ、民間の救急車って話だったわよね。くだらない通報で119がパンクしちゃうから、処理能力を拡大させるために導入されたサービスだとか。ここ最近は保健室だけで対処できなくなった暴走能力者の搬送とかにも手を広げていたかしら。あなたの場合は出動するか否か判断に迷うところでしたが、扱う能力と規模を考え放置しておけないと思いまして。うん、ちなみに決定だわ。住居不法侵入、他にもいくつかの徘徊行動に危険な兆候がありましたが、とにかく車内へ。できればベルト付きのストレッチャーに固定させたくはありません。お気遣いどうも。ただ山川さんと言ったわね。はい、何でしょう。決定打は住居不法侵入、それから数時間前に私が行った徘徊行動という話だったけど、それだとおかしいのよ。住居不法侵入があったことを掴んでいたなら、私がどこを移動しているのか、その位置情報を掴む把握力があった。そうなると、あいつの部屋で調べ物をしている間に駆けつけていないとおかしいんだぞ。そうならなかった以上、実は住居不法侵入が引き金になったんじゃないんじゃないかしら。そう。例えば。職法美咲さん。陰謀論や被害妄想はありがちな症例です。どうか気を落ち着けてくだ。首筋に埋めたストロビラの信号が途絶えたから慌てて駆けつけてきたんじゃないかしら。治療と称して新しいのを埋め込むために。ち、気づいていたか。抵抗するな。この人たち全員にはそれぞれ別の人間を私だと誤認させておいた。あとは同士打ちを待つだけだわ。ま、楽はさせてもらえないわよね。さてと、全員気を失ったみたいね。まずは外から聞いてみるか。カテゴリー081、職法美咲は直近にいる上位人物 A である。起きなさい。ほら起きるの、早く。あなたはすみません。職法は退社はどこに？よそ見をしている場合かしら。私があなたに課した目的は何？言ってごらんなさい。はい、私が受けたまわったのは、職法美咲と速やかに接触し、機能停止したストロビラの替えを装着させることです。それは何のために？わかりません。知る必要はないと、あなたがそうおっしゃられましたので。虚しくなってくるわ。やっぱり、あの人との思い出は存在しないのね。探れば探るほど。美しい思い出が離れていく。まあいいわ、この辺りで切り上げましょう。ただあなたから貸与されたストロビラには奇妙な点があったのですが、よろしかったのでしょうか？何が？
ストロビラの中には何のデータもありませんでした。あのままでは装着させても機能しないと思われますが。ちょっと待って、待ちなさい。それはどういうことなの？どうしてデータが入っていないの？あなたから貸与されたストロビラは予備も含めていずれもデータは入っていない状態でした。これでよろしいのかと質問状を出していたのですが、回答が来る前に作戦決行時刻となってしまい。データが入っていないのは一つだけではない。この男の質問に対する答えもないだとすると、人為的なミスじゃない。初めからそうなるように手を回している。そうか、ストロビラを使って触法岬を操るこの計画、実際のところ成功の見込みはどれくらいあったの？試算では 30% 未満。仮に成功した場合でも長期間の継続は困難という計算結果も出ています。やっぱりストロビラはデコイで、その狙いは偽物の記憶と思わせた情報を私自身に消去させること。ただ今は敵の狙いが分かったことなんてどうでもいい。もっと大事なことが目の前にある。つまりやっぱり上条トーマとの思い出は本物だった。そうでなければ誰かがこんな小細工を弄してまで私自身の手で抹消させようとするはずがないんだから。あの人からもらったこの防災ホイッスルは本物だった。困ったことがあれば使えって言葉もきちんと存在した。さーて、大前提が2回もひっくり返って360度元通りになっちゃったわね。もしも私の記憶の方が正しかったとしたら、あの人との思い出がきちんと存在するものだとしたら、間違っているのは今現在広がっている腎臓庫の方になる。第21学区の地殻熱発電所、深淵の腎臓庫、全ての歪みの中心。私の記憶が正しいのなら、あの腎臓庫の方に何かしらの仕掛けがあるはず。とにかくそこを調べれば、今度こそ、今度の今度こそ白黒はっきりつくはずだもの。もしもし博士、今から 100% 完全な私欲のためにあなたたちを操らせてもらうわ。ゴマになる覚悟のあるものだけ集めてくれる？何度確認しても記憶と現実で違う。ここは私が大の字になって寝っ転がっていた位置。私とあの人が出会った座標からもそれは同じこと。試しに寝っ転がってみても記憶の中とずれているわ。急場しのぎだったけど、用意したドライバーセット、地面のコンクリートに突き立てる。この砂が崩れるような感触、やっぱり。ああ、ここから見えるもの全てをこの砂が上から覆い尽くすことで風景全体を書き換えていたのね。磁性制御モニターは原色系の色をつけた粉末を磁力で操って画面を作る。その技術を分業明細みたいに、それを一面風景を見渡す限り、たかだか小娘の記憶一ついじるためにとことんやってくれるわね。ああ、とうとう最後のラインを終わっちゃったわね。私は
まだ奪われたままだから、報いは受けてもらうわ、八のお嬢さん。風景が不自然に揺れて、早速来たわね。まあ、カテゴリー330、該当人物は60分間時間の経過を認識できなくなる。行かないよ。背後からもう一人現れた。こいつ、前から接近してきた影は映像だってこと？こいつが着ているのは常盤台の制服だけど、この風貌なら話くらい耳にするはずだわ。あなた本当に中学生？そいつはお互い様ではないのかしら。だから能力は効かないって言っているのに、効くと思っていたら自分から顔を出すはずがないでしょう。右腕が黒く染まっていく。痛みはないけど、これもこいつが知ってる。スズメバチは黒いものに集まるっていうのは子供でもわかる豆知識だよね。そしてメンタルアウトは人間専用、分用犬だの虫の群れだのには通用しないだよね。こいつ、こっちも駒を使うしかない。迫ってくるスズメバチを燃やしなさい。森に一人見つけた。確か直方岬が一度に精密操作できる人間の限界は14人程度。おそらくはべらせている駒は全部強大な能力者でしょう。さーて、あとはどこに隠れているのかしら。カテゴリー330、該当人物は60分間時間の経過を認識できなくなる。だから聞かないよって言ってるのにね。今度は自制制御モニターで描いた映像力じゃない、本当に本物の本人へ向けてリモコンを操作したはずなのに、こいつはやっぱり私の能力が効かない。何？細かい虫の群れが足元から駆け上がってきて。いや、これはそういう風に描かれたペイント。ご明察。でも世の中には分かっていても回避のしようがない原始的な恐怖ってものがある。今度は何？あいつが揺らいで巨大な眼球が浮かび上がっ、ギリシャ神話にメデューサっているじゃない。その顔を見た者は恐怖のあまりに石のように固まったという。これはその極地、誰もが共通で思い描く視覚的恐怖を図面化し、標的の心に叩き込む技術への突然変異。やっと私と同じような言葉遣いになってきたわね、ハチのお嬢さん。こんな自分もろとも駒からの電撃攻撃ね。でもこれで二人目。あら、駒を一斉に引かせたって顔をしているわね。それならそれで私としても手間を省けるんだけど。さっきから何なのよこいつは。あまりにも私への対策が仕上がりすぎている。様々なテクノロジーを借りているとはいえ、私を相手に心理戦で出し抜くなんて普通じゃない。いいえ、それ以前にこいつは私の過去や能力の抜け穴に詳しすぎる。熱烈なストーカーか、
そうでなければあなたはどこかで私と関わっているのかしら。当たり前でしょ。そうでなければあなたを恨む理由なんて生まれないんだから。でも私はあなたなんて見たこともない。あなたなんて知らないわ。それもまた当たり前でしょ。出会っていれば我慢できずにもーっと早く殺していたでしょうし。互いの人生に深く関わっているのに一度も顔を合わせたことはない。一度も出会ったことはないのにこれ以上ないことに憎悪力を募らせている。あなたまともじゃないわ。それこそよ、蜂のお嬢さん。私たちみたいに平気で人の心を操る連中がまともな心を保っていると誰が証明できるのかしら。聞きもしないリモコンを振りかざしたまま殺されなさい。何を驚愕力丸出しになっているのかしら。リモコンには投げるって使い方もあることは私とあの人の過去に土足で踏み込んだあなたなら分かっていたでしょうに。これで完全に距離を詰めることはできた。不思議なことは漠然力では起こらない。こいつに能力が通用しなかったのにだってきちんと理由があるはずだぞ。そして私はすでに見ているわ。私のメンタルアウトに成功率は低くても抵抗の可能性があるテクノロジーを。ストロビラ、あなたはこれを使って私を罠にかけようとしていたのよね。私のストロビラを抜いて。カテゴリー011、該当人物は聞かれた質問に全て正しく答えなければならない。今度こそ名前も知らない黒幕を術中に落としてやったわ。さーて、それじゃわからないところは全部ネタバレしてもらおうかしら。あなたが黒幕？それともまだ奥に誰かいるのかしら？あなたの力のバックボーンは？私が最深部です。バックボーンもなく有益な人材を適時操り組織のように偽装していただけです。操る？それはどうやって？5オーバー OS。 具体的に？5オーバーは純粋な工業技術を用いてレベル5の力を再現する軍事技術のことですが、 OS はアウトサイダー、つまり主流を離れた技術となります。平たく言えば根底となる技術はレベル5と全く違うものの、出力される現象はレベル5に酷似しているものという扱いです。なるほど。この大規模な自制制御モニターは方式の異なるもう一人の私といったコンセプトなのかしら。あなたは何のためにこんなことをしたの？復讐のため。私を奪われた代償を払わせるためです。私を取り戻せるとは思いません。これは心を満たすための戦いです。当人がそう信じているならこれ以上は無駄ね。というかそもそも一番大事な質問を忘れていたわ。あなたは誰？私は職法美咲です。私は私を奪ったあなたに
復讐するためにやってきました。は？待って、ちょっと待って、あなたが食宝美咲？食宝美咲はこう美人で可愛くて輝いてるはずよ。私は望んでこうなったのではありません。第三者の悪意によってこの外見に作り変えられてしまったのです。これは何なの？質問に全て正しく答えろ、それが絶対のルールだから。嘘はついていない。嘘ではないけど妄想だけど、もしも前提がひっくり返ったら。結局答えは何なの？なんつってね。これ食わん。だから言ったじゃない、あなたの能力は効かないってさ。こいつ体から触腕が飛び出した。これは軟体性のマニピュレーターまとっていたの？デザイナーすぎる。人工的に再デザインされた脂肪のことを言うの。あなたは一体どこの誰なのよ。まだわからない。あ、私の能力はレンタルスティンガー。今はレベル3止まりだけど、本来だったらレベル5まで育つはずだったんだから。え、パラメータリストっていう、誰を育てて誰を切り離すかを記したエコひいきに使う内部資料を知っているかしら。私はね、蜜アリアユ、蜂になれなかったアリ、そしてあなたを育てるために枝から切り捨てられたもう一つの木の実だったのよ。あなたの能力を弾いたのは、劣っていても同じ力が能力による干渉を阻害したって話だったのね。だから私を憎悪力全開で恨んでいるですって。パラメータリストのせいであなたは被害者で私は加害者だとしたら、バカじゃないの？そんなもん犯罪へ走った自分への言い訳でしかないじゃない。成功を横から奪われた？正しい舞台に立たせてもらえなかった？そんなもの世の中に出ればどこにだって転がっていることじゃないかしら。だけどそれでも勝つのが人間なのよ。大人の戦いっていうのはね、いつだって大きな番狂わせを成し遂げてやろうって気概を持った、子供みたいな目をした大人たちのせめぎ合いを意味するものなんだぞ。それに私は知っているのよ。レベルゼロだろうが、腐らずに己の道を突き進んだお兄さんをね、自分の生きてきた道を犯罪の言い訳にしか使えなかった時点で、自分で自分の人生をどうしようもなく貶めた。それに気づかなくて、気づくきっかけを壊して回るあなたが尊敬力を集めるなんてありえないのよ。たとえあなたがレベル5の立場にいたとしても。素敵な人と巡り合ったようね、蜂のお嬢さん。締めの言葉は、もしもあなたがあの人と出会っていれば違った道も開けたかもしれなかったのに、とかかしら。でもそれは通用しないのよ。なぜならね、私だって上条くんとはよーく話し合った仲ですもの。ね、だから言ったでしょ、私はあなたに奪われたものを取り返すために復讐するって。私は上条くんに救ってもらえなかった、だからあなたに全てを奪われたって言っているの。あなたさえいなければ
上条くんは私の最後に間に合ったんじゃないかなって。あ、何をするつもり。メンタルスティンガーよ。私があなたのメンタルアウトを受け入れて暴走させ、私の頭の中へ引きずり込んであげる。ようこそ絶望と定年しかない人生。全てを奪ったあなたも同じものに飲まれるといいわ。ここはあの人造湖だけど、彼女の思いで構築された意識の中みたいね。私はね、ここで死んだの。服の中にたくさんたくさん大きな石を詰めて、人造湖に向けてプールの飛び込みみたいに沈んだの。あなたが脳天気な顔をして自分の記憶をぶっ飛ばそうとした、わずか3日前の出来事よ。ちょっと待って、それじゃああの人が深夜の発電所なんかにやってきたのは。彼は間に合わなかった。だからそれを悼んで自殺の現場へやってきた。ねえ、なんで彼は間に合わなかったと思う？彼には何の能力もない。でも彼の行動力はなぜだか誰よりも多くの人を救う。私もそう思うよ。ならどうして私の場合だけ奇跡が成立しなかったと思う？あの時あの交差点で彼の安物力全開の携帯電話が私の荷物の中に。そう、だから彼は最後の最後で間に合わなかった。些細なことで手が届くはずの救いを取り逃してしまった。私はね、救ってほしかったの。私だって本当は救ってほしかったのよ。ああ、ようやく全てがつながった。彼女の過去に、自殺の原因に、全てに私が関与していた。パラメータリストだけならまだ飲み込めたかもしれない。だけど携帯電話をなくすきっかけとなったことは、何も知らずに背中を押した上に、のうのうと彼の隣を歩いているとしたら、多分これは許せない。他に何があろうが、これだけは絶対に許せない。一つだけ正直力で答えなさいよ、アリの女王。ファイブオーバーOSをまとっていたのはなぜ？分離させておいても動かせるんでしょ？だって見せられるわけがないじゃない。私はね、人の役に立ちたいと言ったのよ。あなたと同じ時間、あなたの知らない場所で、確かにそう言ったの。なのにそんな三つありアユが変わり果てた残骸として生きているなんて、あの人に教えられるわけないじゃない。聞いた、確かめた。ようやく核をつかんだ。もう見捨てられない、そう思えるものを見つけられた。ねえ、三つありアユ、今さら何をしたって現実力なんか何も変わってくれないかもしれないけど、それでも私はあなたを救うわ。あの人だったらきっとそうするように、私もあの人に助けてもらった。であれば私だけはその救いを否定するわけにはいかない。絶対に。彼女、わざわざ自分の精神世界に私を引きずり込んだ。精神系最強のレベル5相手に心をさらけ出した理由は？考えても答えは出ないわよ。
ここからもがいたところで、あなたが逆転できる可能性はどこにもないわ。考えられるのは時間稼ぎ。状況はあなたが思っているほど順調には進んでいないはずだぞ。どっちみちあなたは間に合わない。もうあれが来たから。まずい、こいつ心の檻の覇気にかかった。もう私の心を留めておく理由力がなくなったの。私の望みはあの過去を私だけのものにすること。だからあなたの記憶は不要なの。ファイブオーバー OS を使ってでも改ざんできないなら、もっと上の機種を持ってくるしかないじゃない。まさか、ファイブオーバーモデルケースメンタルアウト。私はあなたそのものを機械の中に取り込むことにした。あなたを組み込み、あなたに作動させてデータを取り出し、私はあなたのファイブオーバーを完成させる。あの日だけは私が主役だった。それを取り戻す。あなたなんか私とあの人の思い出の中に必要ない。あなたの思い出をあなたのメンタルアウトで削除する。あの日は私だけのものでいい。させると思う？あなたには何もできない。体と心を切り離され、現実の肉体を動かせないあなたはただ格納されるだけ。本当に？あなたどんな手を使って外の世界にある私の体を攻撃したというの？OS が私に攻撃を。そんなバカな、あなたに乗っ取られている。それじゃあここで問題。あちこちに隠していた私の護衛をあなたはいろんな方法で炙り出した。だから私は彼らに退去するよう命令を出したんだぞ。ではその能力者たちはどこへ向かったでしょうか？まさか。すでに高い効果が実証された5オーバー OS の量産体制が整わない理由を考えてみたのよ。5オーバー OS にはまだ問題があって、例えば一人の視点では完璧に風景を上書きできないとか。だからあなたはそちらを追った。視点協力者の位置を特定し襲撃するために。できるわけない。瞬時に位置を割り出し襲撃制圧して、私に何も気づかせずに OS の制御を乗っ取るだなんて。でもそれができる頃、私たちは常盤台中学最大派閥なのよ。それじゃあなたのおもちゃをいただこうかしら。さあ楽しませてちょうだいね。ファイブオーバーモデルケースメンタルアウト。自分に当てて体を前に弾き飛ばし突っ込んできた。私に接近し心理戦を無視した肉弾戦。このアウトサイダー。こっちには恐怖の源泉による精神攻撃がある。動きが鈍ったところで能力を。メデューサの弱点って知ってる？鏡の盾を使って視界を迂回させることなのよね。スマートフォンのカメラを使ってこっちの精神攻撃を切り抜けた。あなたが浴びなさい、デジタルな石化を。すまない。痛みには慣れているかしら、蜂のお嬢さん。今なら効くわ。これでおしまいよ。メンタルスティンガー。
体の中。あなたやっぱりすごいのね。あれだけお膳立てして偶然まで働いたのに、結局できたのは意識を落とすだけ。それもたった3秒後にはすでに目を覚ましていた。もう少し回復が早ければまた殴り合いになるところだったわ。でもこれでもうおしまい。ここはモデルケースメンタルアウトの中。体がしびれて動かない。この液体の効果。くだらない復讐に幕を下ろしましょう。あなたは全てを失い、あの日を証明できるものは何一つ残らない。まったく困っちゃうわよね。誰がどう考えたってチェックメイトで、もう当の本人が敗北力を認めているっていうのに、それでも負けを認めさせてはくれない誰かがいるっていうのは。何を言っているの。その笛は何なのよ。間に合わなかったあなたには覚えがないのかしら。こんな時必ず駆けつけてきてくれる誰かのことを。助けなんか来ない。来るわ。だって前兆がない。ここにたどり着くための情報がない。そもそもあの人はすっかり記憶を失っている。三つありあゆも食宝美咲も知らない。覚えていない。顔も浮かべられない。だから。それでも来るわ。そんな話はどうでもいいのよ。ずば抜けた運動能力や天才的な知力や技術、財力、歴史を変える権力、とんでもない能力があるわけでもない。でもだけどあの人は私のヒーローなの。他の人にどう映っていたっていい。別の誰かのヒーローをしていても構わない。正義の真偽なんてどうでもいい。だけどそれが私だけのヒーローである事実力は絶対に変わらないんだぞ。だから来るわ。彼が全てを忘れてしまったとしても、今回ばかりは私のターンなんだから。来ない。彼は来ない。そんな風にやって来ない。だって私には届かなかった。追いつかなかった。間に合わなかったわ。たとえ彼が私たちのヒーローだからって万能じゃない。条件が揃わなければやってこれない。あなたが邪魔したせいで私だけのヒーローは失敗したんだから。でもこんな風に首を絞められても言ってやるわ。だからあなたは救われない。助けなんかやってこない。間に合わない。私が全てを失ったようにあなたは永遠にやってこない誰かに焦がれながら壊れていく以外道なんかないのよ。あれは誰。そんなわけない。ここは深い山中にある無人の発電所で、ただの散歩でたまたまやってくるような場所じゃない。私の時は間に合わなかった。ピンクが立たれたから届かなかった。なのになんで。
の人はおそらく何も知らない。防災ホイッスルに込められたちっぽけな約束さえきっと覚えてはいない。それでもあの人は救う。絶対に目の前で苦しむ女の子を見殺しにはしない。私はもう十分に救われている。だからこれはあなたたちの宿題だから、助けてもらいなさいよ。今度こそ納得力を満たすまで存分に。やっと二人から避難できた。こっちは怪我人だってのに、あいつら。はあ、お久しぶり。あ、久しぶり。つうか誰だっけ。大丈夫大丈夫、それで正常力だから。あなたはいつでもすぐに私を忘れちゃうようにできているのよ。ん、その制服ミサカと同じ常盤台のものだよな。あれ本当に中学生？じっくり検証していただいて構わないわよ。すっかりご自慢の一品に成長したんだから。あ、どこかで会っていなかったかな。あ、いや、なんていうかこういう話は嫌がるかもだけど、なんだろうな、髪の匂い、その蜂蜜みたいなの、どこかで覚えがあるような気がするんだけど。なんていうかずるいわね。もう可能性はないはずなのに、こうして期待を持たせてくれちゃうんだから。あ、ガッチな話よ。それより三つありあゆについて何か聞きたいことはないかしら。三つあり、ああ昨日のやつか。でもなんでお前がそんなことを。はあ、自分の敵は覚えていて助けた誰かを忘れているっていうのも不思議な認識力よね。ファイブオーバーおよびアウトサイダーについては試作機を完全に破壊済み、設計データもこれからってところ。つまりメンタルアウトが量産されて世界にばらまかれる事態はとりあえず回避できたってこと。安心してね。メンタルアウト、そうそうそうだ、そんなやつが関わってた。あれ、でもそいつ具体的にどんな人だったっけ。だからわからないならそれでいいのよ。肝心の三つありあゆだけど、表向き少年犯罪の閉じた判決を受けて少年院送り。でも実際はどうなることやら。そういえばあなたなんで昨日の夜にいきなり漠然と腎臓庫に現れたわけ。ああ、先輩からこう言われたんだ。今日はあいつの誕生日だから、たまには花の一本でも手向けに行ってみたらどうだって。結局何のことか分かんなくてさ、山頂まで行ってみれば何か見つかるかもって思ったんだけど。そう、うん。でお前は一体誰なんだ。何度も何度も忘れられるといい加減に名乗る気力もなくなっちゃうのよね。どうせな、ちょっ、額に柔らかい感触が。キス、何してんだ。大丈夫大丈夫、やっぱりあなたはすぐに忘れてしまうもの。かつてあなたに助けられた女の子の一人、そんな風にでも思ってくれれば結構よ。私とあの人が共有した過去の話には実はちょっとした続きがある。なら
覚悟はいいな、ピエロ野郎。おうよ、てめえらこそ死ぬ気でかかってきやがれ。下がって。クソ、ショック症状が出ている。とにかく我々に任せてください。お腹のあたりに燃料タンクが破裂した時の鋭い破片が刺さっているの。これだけでも何とかしないと。分かっています。だけど現状では無理なんです。ショック症状で体が痙攣しているから、こんな状態で処置を施せば余計に傷口を広げてしまう。病院までは待てない。麻酔力とかで何とかできないのかしら。ショック症状の原因は血圧の低下なんです。麻酔なんて使ったらますます下がる。ショック症状を止めるために彼の息の根まで止めてしまいかねない。そんな危険な方法は使えません。麻酔を使わずに痛みを消す方法があれば、この場で応急処置はできるかしら。何を。私はメンタルアウト、レベル5判定の精神系能力を持っているわ。それを使えば痛覚の遮断くらい手が届くんだぞ。それならこれ以上血圧を低下させることなく、麻酔を施したのと同じように処置ができるはずよ。やりましょう、可能性があるのなら。あの時救急隊員に言わなかった事実があった。それは私の能力が脳の水分を操ることで人の心を制御すること。極端に血圧の下がった、つまり水分のバランスが崩れた状況では万全の性能を発揮できる保証はなかった。それでもあの人の命を助けられるか否か以上に天秤へ乗せるべきものはないと考えて、私は行動した。その結果、あの人の脳はダメージを受けて記憶の呼び出し回路が破損してしまった。私のことを話していてもそれを思い出すことができない。人の顔や名前を格納する部分で私の枠だけが物理的に潰れているのに近い。きっと私の能力でももうどうにもならないとある医者には告げられてしまった。だけど私はこう言ったのよ。もしも、もしもそれでもあなたが大人の決めたレース予想を大きく覆していつか私のことを思い出したり覚えておくことができるようになったのなら、その時は大切な話をしましょう。とてもとても甘くて優しい大切な話を。そんなもの叶わないなんて知っている。とっくの昔に終わってしまった話をいつまでも引きずっているだけなのだと。でもだけど少女は今も一人、最も近い世界の果てで小さな奇跡を待っている。